ハンブルク空港駅ハンブルク空港はドイツハンブルクにある国際空港である。ハンブルク市の中心から北北西約9キロメートルの距離に位置し、開港は1911年とドイツの空港では最も早く長い歴史を持つ。扱い旅客数は年間約1600万人でドイツ国内大多い。1953年から ルフトハンザテヒニークの本拠地となっており、空港生端にハンガーが併設されている。1970年代には輸送量の急増に伴い、ハンブルク市の北方に位置するシュレースビヒホルシュタイン州カルテンキルヒエンへの移転案が浮上したが、結局従来の位置での拡張が決まった。2005年5月25日、新しいアクセス道路を含む、 新ターミナルビルの営業を開始、ヨーロッパでも最も近代的な空港の一つへと変貌した。2008年12月12日より空港連絡鉄道として、ハンブルクエスバーン S1 系統がオルズドーフ駅で電車を分割、併合する形で運行している。空港駅4時台儀礼時代発10分間隔で、ハンブルク中央駅との所要時間は約25分。 コードシェア、季節運行も含む、ありがとうございます。